はい、ラブリー山田です。せーの、いいね。 I love me、 イエイエイ。今日は1月4日ですね。明けて、完璧に明けてから4日経ちましたね。早いもんですね。もう4日かーっつって、明日5日かーっつって、6日かーっつって、いや早いなー。本当に去年2021年年が明けるのかな、明けるのかなと思って、明けたらもう4日だもんな。あっという間だよな。本当に日々早いです。うん、もう僕がもうお決まりのように言ってる、あの仕事起きる、仕事行く、帰ってくる、いっぱいやって寝る、本当にもうそう、もうパッパパッパとどん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 日が過ぎていって、本当一日一日が過ぎ去っていって、一日一分でもいいからこう学ぶ時間を入れようみたいな。例えば僕が好きなのはアバタローさんっていう YouTuber で、アバタローっていうのがいる、アバタローさんっているんですけど、聞いてみるとか、朝出勤時間の時でもね、ボイシーとかね、僕が大好きなカモさん、カモガシャルヨシヒト、と西戸明子さん、金庫西野とか、結構なんて言えばいいのかな、テレビを見、バラエティとか例えばニュースとか見てるだけでは学びきれないようなことってたくさんあるから、だから自分で選んでていいんですよ。テレビが、なんかアニメが好きだ、アニメ見る、バラエティ笑いたかったらお笑い見る、学び生き方とか好きだったらそういうの、 YouTube がすごく多いと思うので、そういうの見ていただいて、本当に僕は1日1分でも5分でもそういう学びの時間があるなぁと、いいなと思ってて、勉強してます。勉強っていう言葉じゃないんだよね、学びですね。なんだ、何を落としたんだろう、全然思い出せません、何を落としたか。まあ好きな時にゲームしていいし、好きな時に漫画読んでいいし、好きな時にお酒飲んでいいし、好きな時に寝て、好きな時に食べて、もうこれが健康の源ですから、好きに、ほんと自分の好きなように生きてっていいです。もう、自由に、はい。法律違反犯してないですからね。法律違反犯してない。自分の好きなように生きていく。って考えたときに、目の前の人は幸せになってるかなって。自分が行ってる行動は地球が良くなってるのかな、目の前の人が幸せになってるのかなっていうのを少しでも考えられたらいいと思います。はい、自分が不幸になってる、自分が不幸になってて目の前の人だけが幸せになっているっていうのは何か僕違うような気がします。もうナルシストって言われても関係ないですよ。とにかく自分を満たしていく、きっと目の前の人に与えたくなる日が来ますよ。本当に与えろ与えろってね、自分の心を削っていく、そういう日々はもうやめましょう。仕事も嫌だったらやめればいいよ。生活保護あるから大丈夫、本当に。働きたくなったから働けばいい。休みたくなったら休めばいい。本当に僕はそう思ってます。終わります。イエーイ、せーの、いいね。I love me, イエイイエイ。にゃー。